アメリカ・カリフォルニア州、カリフォルニアワインの産地として知られるナパバレー、料理界のハーバードともいわれる料理大学 CIA でトップシェフが集まる国際料理会議ワールド・オブ・フレーバーが開催された。料理界に絶大な影響力を誇る。2015年のテーマはアジア。この中で日本から出展したある調味料が注目を集めた。それは液体塩麹。日本では普及が進む調味料だが、海外での知名度はまだ低い。塩麹の特徴としてはいろいろなメニューに使えるという器用な調味料ですので、こういった調味料は海外の方に受けるのではないかということでこのイベントに参加しました。牛肉塊、これをですね、ボールなんかに入れていただいて、液体の塩麹ですね。国内外のトップシェフが液体塩麹を使った料理をプレゼンテーションするワークショップが開催され、関心が集まった。Really interesting ingredient because it's both very delicious on its own and adds salt and sweetness and acidity, but it also has a lot of functional purpose. So it, for tenderizing and marinating and brining and bringing out more umami and more just nuances in food.さらに花丸木のブースでは液体塩麹に漬け込んだ鮭、鴨、フォアグラといったメニューを試食提供した。So yeah, it's exciting. This is new for me, but I like it a lot. I like the flavor. I like the texture of the duck. As a chef, I always try to pull the umami flavors from natural sources, but it would be nice to have a shortcut. You don't have to.Strain it out, do all these things, it's much easier. And I think for Americans, they want easy. 液体塩麹は日本古来の発酵調味料塩麹を液体化した商品。花丸木が開発に成功した。肉や魚などに漬け込むことで素材を熟成させ、うまみを引き出す機能性の高い調味料だ。液体にすることで下味からスープまでより幅広く使えるようになった。花丸木株式会社は大正7年創業の老舗味噌メーカー。素材にこだわり、味噌作りの伝統的な技術と最新の科学技術を生かしたものづくりを行っている。その伝統と最新技術の融合で誕生したのが液体塩麹だ。一方、国内でも試食イベントなど積極的に行っている。この日は雨にもかかわらず多くの人でにぎわった。液体塩麹に漬け込んで焼いた豚肉を提供した。ぜひまた家でも試してみたいと思います。塩麹だけとは思えない味付け、ちゃんと味がしっかりしてて美味しかったです。柔らかかったし。国内外で液体塩麹の良さを伝える活動に力を入れている。液体塩麹についてはもはやもう国内外を問わないグローバルな発酵調味料として広めていきたいと考えております。海外ではまだ塩麹という調味料はあまり知られていないんですけども、我々は知られていないイコール大きな可能性があると捉えていますので、日本にはまだこのような素晴らしい発酵調味料があるということをしっかりと伝えていきたいと考えております。塩麹を液体にすることで広がる活用の幅、定番の調味料としてさらなる普及を目指す。